川戸恵子は、日本の TBS のアナウンサー、報道記者、解説委員、シニアコメンテーター。川戸恵子とも表記。旧生命、堀川恵子。夫は、TBS アナウンサープロデューサーの遅延芸評論家の、川戸定吉。兵庫県姫路市生まれ、東京都千代田区育ち。千代田区立麹町中学校、東京都立日比谷高等学校。 お茶の水女子大学国語国文化卒業後、1966年4月に第11期生アナウンサーとして当時の東京放送へ入社。同期はいずれも女性で岩崎直子、遠藤康子、堀川優子、藤田つねみがいる。アナウンサー時代はニュース番組を中心に出演していた。入社後はしばらく堀川生であったが、その後、 川と定吉との結婚により改正。1988年、報道局政治部に移動。以後は、政治記者を務めた後、報道局政治部担当部長や、解説委員などを経て、DBS テレビのシニアコメンテーター兼報道プロジェクト担当を務める。また1993年、日本記者クラブの企画委員へ就任。 大型の国政選挙前などに行われる、与野党党首による、公開討論会の進行役を務めている。このほか、日本選挙学会理事や内閣府消費者委員会委員、自衛隊員倫理審査会委員、消費者行政推進会議委員も務める。動画配信サイトチャンネル J のトーク番組、春の政治家 VS ベテラン政治記者でも、インタビュアー兼幹事を務める。 ありがとうございます。